久保さん、まだ持ってましたか ?1 万4000円ですか <laughs> いやー、あの笑顔はね、僕は忘れられなかったですね。久保さんのおっしゃる通り、なんか安いパソコン買って喜んでんなと思ってましたからね <laughs>。クロームブックで何ができるみたいな。まあまあ別にそれでもね、あれですけど、僕からするとね。僕からすると <laughs>。まあ、なんだろうな。何があるか人生でわかんないですね。多分まあ、 久保さんと同じ時期に何かこう始めた人っていっぱいいたじゃないですか？うん、まあすごく考えられる。考えさせられるものがありますよね。<laughs> 本当に。僕がラッキーだったのはうーん。後出しじゃんけんみたいなもんなんですよ。僕って。僕は裏方でずっといろんな人見てて。まあお客さん見てたりとかしてて。まあまあ、うまくいく人。 何やってたのかとか、まあ、全部裏側から見れたんで、だからもう真実しか見てないんですよね。どうやって全く初心者の状態からその成功していくのかっていう裏側からしか見てなかったんですね。まあもう裏方でしたから <laughs>。それがラッキーですね。だから一般の人ってやっぱ表しか見れないので、うーん、だからそれが僕のラッキーな部分だったかなーって一つの僕の主軸。だからその久保さん 僕が表に出始めたときは、もう久保さん、言うね facebook でもすごくこう囲ってて、僕より数持ってるし、ぶっちゃけ僕の先輩ですからね、久保さんの方がまあ久保さんうあの、なんだ、久保さんを目指していたっていうところもあるし、久保さんのアクセスを借りるみたいなね、久保さんの facebook にも、ひたすらコメント書くとかね、やってましたけど <laughs>。 だから、今回のテーマは表と裏ですかね。表と裏です。うん表と裏っていうのは、あのまあ、コインで言うならば表もあるし裏もあるってことです。でもみんな表の部分しか見てないってことですね。だから、コインは表と裏両方あるよと。うんでも、僕は裏側をしっかり見た方がいいと思います。でも、裏側はなかなか見れないです。ただし、久保さんと僕に関しては結構裏側の部分を表に出してるので、分かりやすくないですか。ここまで結構、 露骨に出してる裏の部分を表に出してる人って久保さんなかなかいなくないですか多分いてないですね。うん。だから僕たちの場合はもう表も裏も関係なくやってる感じがあるので、分かりやすいと思うんですけどね。うん。だ裏側の部分をどれだけ見れるかっていうのが結構大事なんじゃないですかね。うん。いってらっしゃい。